皆さんどうも、マキューです。今回はね、みんな待っていた割引ガシが来まして、さらにね、ウルターゼッド&トリゼのね、出現率アップと、あとガシャスタンプがね、ついてるガシが来たということで、まあこれね、結構回すか回せないか迷ってる人多いと思うので、解説ね、していこうかと。で、スタンプとしては今回ね、アニマスが復刻してるって感じかな。だからリムルとかが強化できるウォッチだね。で、早速ね、まずウォッチの前にガシャのね、まあキャラとかね、その割引について話していくんだけど、でまずは一番大事なのがね、割引できる確率はどうなんだいってところなんだけど、ウルターゼッドのリムルは 0.8% だね。だから超アップが 1% で、割引だと 0.8 って感じかな。でシーズとベルドロは 0.5 だね。確かこれ超アップ 1.2 とかあったはずだから、まあちょっとトリゼに関してはね、リムルと違ってかなり下がっちゃってるわ。で、ダブゼはちょっとアップしてないって感じかな。どこだろう、正直。この流しはね、トリゼは確率低いから、まあリムルと、シーズかベルドロどっちか持ってないよっていう人はね、ワンチャン狙ってもいいかも。でも、シーズベルドラも、あ、違う、リムルとかシーズ持ってて、あとベルドラ1点狙いとかっていうね、のはかなりおすすめしない。だって 0.5 を狙うってなるから、いくら割引とはいえ、かなり粘っちゃうからね。で、リムル、シーズ、ベルドラ全部持ってないよって人はね、かなり狙う価値あるんじゃないかなと。でも、この後ラッシャンも来るわけで、やっぱよく質問来るのが、ラッシャンとレフキどっちがいいかっていうのはね、かなり難しいラインだと思う。だから、Y ポイントの数によるかな。だから30連分とかしか4500で回したらないっていう人は絶対割引の方がいいし、でも割引じゃなくてラッシャンで言ったら50連分ね、そのスタンプ一周回せるよって人はラッシャンにかけてもいいし、まあ、正直これね、割引かラッシャンね、どっちが正しいかはかなり難しいラインだから、まあ今言ってるようにね、リムルとシズ持ってて、ベルドラだけ持ってないとかっていう人はね、ラッシャンの方がいいし、まあシズ、ベルドラ、リムルとか全部持ってない人はね、割引でも全然いいと思うから、かなり難しいラインだと思うわ。まあ、で、このガシャ回す上で、まあ、今ね、結構迷ってる人多いと思うんだけど、アニマスをね、欲しいよって人はね、今回す価値かなりあると思う。アニマスは効果をおさらいすると、不思議とね、ニョーロンの種族効果を 15%、あ、種族効果じゃないわ、ごめん、強さと HP を 15% ね、アップさせるってことで、まあ、ニョーロンに関しては正直ね、飾りと言っちゃっていいと思う。精霊ウォッチ持ってる人からしたら、あれがね、20% ニョーロン強化してくれるから、まあ、不思議に関してはまだ 20% ウォッチないんで、それまではね、このアニマスウォッチ生きるんで、まあ、逆に言ったら不思議な 20%、アップのね、落ちてきた瞬間、アニマスね、全く使わない落ちになるから、まあ、そこがね、どこまでね、長生きできるかっていう感じになるから、まあ、結構ここは難しい部分だと思うけど、不思議とニョーロンっていうか、精霊落ちね、持ってない人は両方の効果ね、使えるんで、狙う価値はあると思う。でも逆に言ったらもう精霊落ちあるって人は、一旦不思議 20% アップの落ち待っていいと思うから、まあ、今不思議ね、最強レベルではないから、まあ、一応強いけどね、絶対欲しいっていう落ちではないんで、まあ、一旦そこはスルーでいいと思うわ。まあそんな感じかな。今言ったようにね、ウォッチが欲しいか欲しくないとか、このキャラが欲しいとかね、その辺を考えて、まあ今引くか、まあラッシュにかけるかね、考えるのがいいと思う。で、もしさ、引いた人がいたら、何連でね、何が出ましたとか教えてほしいし、ラッシュの取り引きね、自分はかなり難しいラインだと思うから、どっちの方がいいんじゃないとかね、よければコメント欄で教えてくればいいかなと思います。はい、というわけでね、今回は大事になります。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。